エイジム -65 マーベリックはアメリカ合衆国製の空対地ミサイルの一軍である。マベリックやマーベリックとも表記される。エイジム -65 が登場する以前の主力空対地ミサイルにはエイジム -12 ブルパップやエイジム -62 ウォールアイがあったが、前者は ASMN-7 が1959年から、 アメリカ海軍に配備され、セップが平均約30メートル前後の高い、命中率と約27キロメートルの長射程という高い、スタンドオフ性能であり、当時としては非常に高性能な空対地ミサイルとして、ベトナム戦争で多くの戦果を上げたが、その誘導方式に問題があった。エイジム -12 の誘導方式は、無線指令誘導方式で、発射と同時に、 弾対抗部で発火するトレイサーと呼ばれる火炎を兵器管制員が目視で確認し、ジョイスティックを操作して無線により操出して目標まで誘導し続けなくてはならなかった。そのため、射程と命中率は操縦者の視力と技量に依存し、発射から弾着までは誘導し続けなければならず、誘導が困難になるような激しい軌道も制限された。また、 発電所や橋など大型の目標に対しては有効であったが小型目標を狙うには不向きであり誘導の難しさから不評だった。ベトナム戦争が始まって2年後の1962年には問題を抱えていたエイジム -12 ブルパップの後継としてエイジム -62 ウォールアイがアメリカ海軍によって開発開始された。続いて その3年後である1965年には、アメリカ空軍も、ヒューズと共にブルパップの後継ミサイル、エイジム -65 マーベリックの開発に乗り出した。先に実用段階まで至ったエイジム -62 は、1966年に、エイジム -12 と同じく、マーティン・マリエッタ社と契約が結ばれ、エイジム -62 エウォール・アイアイの生産が開始される。 エイジム -62 はエイジム -12 とは比較にならないほど大きな進化を遂げている。その大きな特徴としては誘導装置にビデオカメラを利用した点である。これはミサイルの先端部にビデオカメラを収め、その映像は母機のモニターに表示され、パイロットは映り込んだ目標をロックオンして発射すれば、あとはミサイルがロックした目標へ自動で向かってくれる。 それにより、命中率と射程は大幅に上昇し、母機は発射直後に回避行動を取ることができるので、サムや対空砲、敵戦闘機の脅威に長時間さらされることなく、離脱することが可能となった。しかし、エイジム -62 は、アメリカで当初ミサイルに分類されたが、実質的には誘導爆弾であり推進装置を持っておらず、射程は母機の高度に依存するので、 遠距離の目標を狙おうとすると、機体の高度を上げなくてはならない。そのため、天候の悪い日は、雲が邪魔して、シーカーに目標が移らずロックできないというトラブルも、あり、基本的にエイジム -62 が使用されるのは、天気が良好で日が出ている間だけである。エイジム -62 は、それら以外の問題も多々抱えており、登場以来数々の細かいアップデートが行われ、 その種類は数十種にも及ぶ。その中でも長射程データリンク型のウォールアイ IER-DL や,や搭載弾頭を2000ポンドに増量したウォールアイ2はベトナム戦争で活躍した。それでもエイジムマイナス -12 をすべてエイジムマイナス -62 に置き換えることはできなかった。エイジムマイナス -62 は高い命中率や打ち放し能力を持っていたが、 推進装置を搭載していないことから、母機から遠距離の目標を攻撃するのに向かないなどの欠点があった。エイジム -12E その後、エイジム -12 の派生型で、クラスター爆弾を弾頭としたエイジム -12E が開発された。これは、上空で弾体が炸裂し、内部の小爆弾を広範囲に撒き散らすことから、誘導に正確性が求められず、 単純な無線誘導方式なので1機あたりの価格も、低廉で、搭載母機に回収などが不要という汎用性もあった。エイジム -12 はエイジム -62 の登場により、使用機会は減ったが、その後も使われ続けた。1972年になると、A、エイジム -65 の初期型であるエイジム -65AA が空軍に納入される。 エイジム -65 の特徴は、摩台中央上部から後部にかけて伸びるデルタ翼や、後部にわずかにある操縦翼など、AIM-47 ファルコン、AIM-54 フェニックスなどと同様の外形を採用していて小型なために、一つのキャリッジに最大3発のエイジム -65 を装着可能なことである。A-10 では発の -65。 が、搭載可能である。誘導方式は、エイジム -62 と、同じく TB 誘導方式で、短射程ながら運動性も良く、ベトナムで数発が、試験使用されて、予想以上の命中率を示した。好成績を収めたエイジム -65A は、1973年に、勃発した第四次中東戦争で、イスラエル国防軍に供与され、80%の、 命中率を記録した。良好な命中率と信頼性を示したエイジム -65 は、エイジム -62 では果たせなかったエイジム -12 の完全置き換えを達成し、その優れた性能から後に、アメリカ海兵隊にも採用された。その後シーカーの倍率を上げたタイプや、レーザー誘導や、IRC カー搭載の全天候型、威力向上型、体幹型、 CCDC カート抑え型などの派生型が作られ、湾岸戦争やイラク戦争、イランイラク戦争などで使用された。また、ユーゴスラビアに供与されたエイジム -65 は、クロアチア独立戦争や、ボスニアヘルツェゴビナ内戦において、ユーゴスラビア連邦空軍が使用していた。基本となったエイジム -65A から、6つ以上の派生型が作られた。 エイジム -65 の弾頭は 57kg と 136kg の2種類である。軽量の方はミサイルの先端に着発進管を備えた成形作薬弾頭であり、重量のある方は支援進管を備えてやや弾柄が厚く運動エネルギーで目標表面を貫通してから内部で爆発する爆風破片効果を持つ弾頭である。 後者の方が大型の項目標に対する破壊力は大きい。いずれの弾頭も、後部の固体燃料ロケットで推進される。ラウ -88 により3発のエイジム -65 を搭載した A-10。色が違う一本が、カメラ用湾岸戦争中、1991年の砂漠の嵐作戦で、ス -16 と A-10 が運用し、 イラク軍に対して大きな戦果を上げた。エイジム -65 用のラウ -117 発射機は海軍及び空軍の航空機に多数搭載されている。また、運用初期には攻撃機がラウ -88 発射機により積載量を増やしていたものの信頼性の問題から湾岸戦争の頃にはほとんど使用されないようになったが、A-10 は 湾岸戦争時点では、赤外線カメラを装備しておらず、夜間任務で、マーベリックの赤外線カメラを代用とするために、カメラ用のエイジム -65 を最後まで残すため、ラウ -88 の搭載が続けられた。以下の30カ国以上で運用されている。ありがとうございます。